ヤッホー、あ、ちょっと待って。ヤッホー。おととい千代が TikTok ライブひなこ連絡くれって言ってた。分かった。今日落ち着いた色のお洋服ですね。だって落ち着いてる。キフェアはもう終わった。今日の服はね、でもなんか兵隊みたいな感じ、兵隊って呼んだっけ、このスカートなんですけど、なんかこういう感じ。この襟可愛くない？これはなんかワンピースなんだけど、膝上までのスカート立てて、で今思ったんだけどちょっときつい。感じで、これはさ、一体どこまで止めるべきなんだろう。2個ぐらい打ちていいよ多分。ぐらいで、でそれで待って思ったんだけどさ、なんかさ、可愛いアクセサリーを買ったんだけどさ、ピアスかと思ったらイヤリングだったの。でもさ、別にピアス、イヤリング買おうとして耳開けてないのにイヤリング、あ、耳開けてないのにピアス買おうとしてイヤリングし、なんでもないもん。てか見て、松葉下まつげの上がり具合どうですか。松葉下って言ったか、
にさピアスを開け耳開けてる人でさ別にイヤリング開けれるじゃん。でもさほら見て可愛くない？たまに2個ついてるんだけど、こういう玉がついてるのが欲しくて、なんかおしゃれじゃん。なんか別にイヤリングはつけれることはつけれるじゃん。そうピアス開いてる人はどっちもつけれる。でも耳開けてない人はピアスはつけれないじゃん。どう？可愛くない？なんかさりげないけど可愛くない？とってもさりげないけど可愛い。鼻開けの鼻は開けないよ。ほら可愛いね、さりげ可愛い。揺れるのほら。下？へそぴってこと？開けないよ。開けないな。スー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 、え？ねえねえ、お気に入りのさ靴下があるんだけど、なんか洗濯終わったところにさなかったからさ、あれ洗濯終わってなかったん、してなかったんだと思ってたんだけどさ、なんかその靴下さないんだよね。あらこんなとこから、こんにちは。この靴下がさ行方不明なんだよね。どこ行ったんだろう。なんかさ靴下ってさなんであんなになくなるの。マジなんで靴下なくなる現象ない？みんなに。有能おもちゃにされてる。いやまあそれはなきにしもあらずって感じなんだけど。見つけ出して探しました。待って、皆さんありました。私のお気に入りの靴下見していい？これです。いい匂いです。洗濯してくるから。ちゃんとこれお気に入りの靴下なの。可愛くない？可愛くない？ウォーウォー。ビリヤル。これどこ？福留は足りなくしたい匂いかくの平気。あの人ちょっと変だから。定番ストレートも好きだって。じゃーん。今日は巻いてないよ。ちょ、巻かないのもさ、巻かないのもあれだよね。
かわいい。てかちょっとこの服初めて着てみたんだけどさ、あんまどう、なんか私には似合わなくない？ちょ見てほしい。いったなんか全身見したい。まず上はこんな感じになってる。でこういう感じ。こういう感じの服なんだけど全身見せれないけどさ、どうよ。でなんかこういう感じになってて、こういう感じ、こういう感じ。さっきここ立ったらこういう感じ。スカートなんかすごいよねこれ。こういう感じなんだけどさ、なんか似合う、なんかさ、どうかな。スー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 スえ、いい？本当？いい感じ？ねえねえ見て、ゴムがさ、もうこんな、こんなになっちゃった。もうこれ外し入れるよ。こうなってきた。新しいガムに取り、ゴムに取り替えようか。でもこのゴムちょっとでかい、ダメ。ふっ、こいつもう切れそうじゃない。はち切れちゃう。間違えてない。一回落ち着こう。ファンミーティング、あ、7月13日にファンミーティングあるみたいなんですけど、どういうものかまだ私も分かってなくて、そうまだちょっと未知ではあるんですけど、何をするかも分からなくてまだね、ちょっとその日出れるか出れないかっていうあれも、いや出るんだけど、あ出るわ、めちゃくちゃ出るわ、ごめんなさい、なんか変なこと言っちゃった。7月13日は出ますけども、74日連続ありがとう、おめでとう。だからぜひ皆さん会いに来てください。これからそういうので会えるかなって感じ。
っていう感じですかね。ということでランキング読みます。てか思ったんだけど、明日の夜 YouTube ライブできちゃう説。明日の夜どう？金曜日の夜見れる説ある。13位にゃんぱさんありがとうございます。12位シティライバーさんありがとうございます。11位ピンクカメオさんありがとうございます。10位ノブさんありがとうございます。9位まぼろしさんありがとうございます。8位ハナチュンありがとうございます。7位ベニオラさんありがとうございます。ちょっと待ってね。6位高見のたか子さんありがとうございます。5位チュータさんありがとうございます。4位にゃーこさんありがとうございます。3位キンタマンありがとうございます。ちょっと待ってよ。2位ソウスイさんありがとうございます。そして1位は小池屋ポテオさんでした。小池屋ポテオさんありがとうございます。でもしか明日 YouTube ライブするってなったら当日に告知しますね。ちゃんとするってなったらこういうのは自信持っていいよ。ということで見に行ってくださってありがとうございました。みんなまたね。バイバーイ。あーん、バイバーイ。